始めたきっかけはお父さんがプロウィンドサーファーだったので、ちょっとずつ興味を持ってって、小学校6年生の終わりくらいからこう試合に出始めて、そこでこう初めて優勝した時に、わあここまでできたっていう達成感を得て、こんな快感があるんだっていうのを知って、もう自分からどんどんやりたくなりましたね。前崎に育ったんで勝ちたいです。今日は逃げれるところがないんで、悔しそう、もっとできたのに。負けるかやりきるかって気持ちで頑張りました。公立高校になんで入ったかっていう理由が、高校生活もウィンドサーフィンの生活もどっちもできるよっていうのを証明というか伝えれる人になりたいなと思って、ウィンドサーフィンと普通高校と両立したいって言った時に、これならできるって言ったから、そこら辺をちゃんと有言実行ですごい努力してやっていくところも見て、じゃあそこで思ったんだよね、親が子供の限界決めちゃいけない。一番身近で支えてくれるのってやっぱり家族だと思うんですけど、負担を少しでも減らそうと思って、帰ってきてからこう晩ご飯作らせてもらったりしてたんですけど、自分なりにできることをしてちょっとずつちょっとずつ恩返しできたらいいなと思ってるので、悩んで悩んで高校行ってもウィンドサーフィンも頑張るって言ってね、うんうん、で今こうできてるから、こうそこで悩ませてくれた親にも感謝ですし、具体的な目標はもちろんこうチャンピオンになるっていうのもあるんですけど、そこにたどり着くまでのちっちゃいステップみたいのがたくさん自分の中であって、こう今周りに上手い選手、本当にいい環境があるので、そこにこう魅了されてっていうか感化されて、どん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 上のレベルに行こうっていうのがこう毎回の目標になってるので、あそこまでこうダイレクトに波乗ったりとか風使って回転したりってなかなかないじゃないですか。自然に出来上がったランプを使って競技するっていうのが本当に面白いので、風の音と波と風の力でこう跳ねてる感覚、もう夢中になっちゃって、でも前しか見えない。やっぱりウィンドサーフィンがなかったら今の僕ってないんじゃないかなと思うので、本当に海があったおかげで今の僕がいると思います。前崎の海は、ね、僕のお家